どうも、田嶋会長のインタビュー読んでるともうただのサッカー好きのおじさんなんじゃないかって思えてくるよね。でおなじみ、レオザフトボールです。ね、インタビューね、ツイッターで僕ね、つぶやかせていただいたんですけれどもね、日本代表、なでしこジャパンですね、優勝した時にですね、東京タワーをブルーにライトアップしたんですけど、あれピンクでも良かったんじゃないですかね、わらみたいなね、面白くなすぎて面白いっていう、そういったことありまして、それ以外のねインタビューとかでもですね、どんなことを会長はされてるんですかみたいなことを聞かれた時に、カツ丼食べて願掛けしてますみたいに言ってて、なんかボケで言ってるのかマジで言ってるのかもう分かんない感じになってきてましてね。でちょっと遡ると前この動画で言いましたけど、大学の講義に何の情報もないただのですね、なんか自分のイメージのグラフ色分けしたグラフで日本が一番強い時と他の国の弱い時のこの重なってる部分だったら勝てるみたいなね、謎の理論言い出しまして、もうなんかね、本気で批判したら逆にこっちが罠に引っかかってる、真面目かよって言われちゃうぐらいの、そんな感じになってるなと思って、ちょっと悲しいんですけど。でね、こういう話をすると、なんでそういう人がトップ行ってるんですかとかね、あんだけトップ行った人なんですからそれなりに考えがあるはずみたいな、ことをねおっしゃる方もいて、僕もねそれ信じてたんですけど、知れば知るほどがっかりする情報が出てきてですね。で実際の世界でもですね、実務能力がある人よりもない人が上に行ってるってすごくあるんですよね。それなんでかっていうと、ないことを自覚してたらその分他のところ、人間関係だったりコミュニケーションとかそういったところで、頑張るっていうところがありまして、ハリルのねコミュニケーション能力に脳を突きつけた田嶋会長ですから、そういったところでうまく上がっていった。なんで実務能力ないんですけれども、インタビューとか見て分かる通りこわもてなんですけど、優しくて人のためには尽くすみたいなね、その方向が合ってるかどうかはまた別にして、まあそういったところでですね、今の日本代表っていうかサッカー協会っていうのの、まあ、状況がすごく分かってくるなって思いまして、ね、自分の親父ダメだなっていう風にね、僕らサッカー変態、ファンは思いつつですね、この親父のですね、ことを説教して変わってもらうのか、それともね親父を追い出してですね、新しい再婚相手見つけるのか分かりませんが、ちょっとね、日本をですね見捨てず、日本代表がねワールドカップが盛り上がらないんだったら僕らの力で盛り上げていこうという風に、思っています。なので秋葉原で行われるこちらのですね、僕と見る、日本代表ワールドカップ応援イベント、ぜひともお越しください。1日目は、1席完売になりました。2日目3日目まだ空いております。2日目なんかね、プロの選手の方とですね、一緒に僕が分析しながら話しますので、めちゃくちゃ貴重な機会ですごくおすすめです。皆さん概要欄のもっと見るから、お申し込みの方お待ちしております。そして今日はですね、企画にもある通りですね、現代表を、このね日本代表の選手を上位互換してよりいい選手にしてですね、ヨーロッパとかで活躍している海外の選手に置き換えまして、迷走する代表いろんなスタメン組み替えてベスト夫人探してるみたいな西野さん言ってますけど、今やることじゃないぞっていうのは置いといて、そういう風に言ってるんで、じゃあ逆に今のですね日本代表にいる選手たちをですね、そのタイプだったり特徴的にですね上位互換ですよ。なんで、その選手そんなすごくねえよとかいうツッコミは違いますからね、上位互換ですからね、上位互換して、それでですね、今の日本代表のベスト夫人っていうのを、その上位互換した選手で、決めて、そのまま日本代表にまた戻したら分かるんじゃないかみたいな、そういったですねちょっとした実験をやってみたいと思います。当然ね、選手タイプとかね特徴で分けても、細かく言えば人間なので違うので、まあ、そこは置いといて、大雑把に分けたタイプ分けだと思って見てください。というわけで現代表の夫人こんな感じです。はい、この23人をですね、僕なりの、主観とですね今まで見てきたですね、こう実際に試合プレーを見てですね、こう感じた特徴で、上位互換しました、ヨーロッパで活躍する選手たちに変えてみました。それがこちらです。はい、まあ川島とミニョレ、東口とカリウス、中村とピックフォード、川島に関しては味方を鼓舞しつつ素晴らしいセーブするんですけど、時々ポカするみたいな感じで、で東口選手に関しては俺そんなに詳しくないんですけれども、まあそのミニョレの控えで今スタメンを奪いかけてるみたいな、それがちょっと前のリバプールと同じ状況だなっていうふうに思いまして、同じようにポカもあるっていう感じなので、この東口選手とカリウス選手、そしてですね、中村浩介とピックフォードに関しては、足元の技術が日本の中では比較的高い、なんでイングランドの中では比較的高いピックフォードで、なおかつシュートストップをね乗ってる時はすごいっていう感じで、こういうふうにしました。で長友に関してはいつも言ってますけど、上下のアップダウンがすごくて、オーバーラップだったりですとか1対1の対人に強みを見せるんで、ジョルディアルバ、そして酒井豪徳に関してはすごく頑張ってる空気は出ているんですけど、細かいミスが目立ったりですとかいるポジショニングが悪いところがありますので、そういったところでシュメルサ、牧野に関してはですね、対人の、強さね最近発揮していまして、3バックの左をやって、で4バックの中もできて、ドリブルで持ち上がる時もあって、左に置かれることの多いセンターバックということで、リュディガー、そして庄司に関しては、
クリロナをね、タイ人で止めまくったりですとか、あのですね、この骨張った感じのね、その武骨な感じでソクラティスですね。そして吉田に関してはフィードのですね、まあ正確さだったりですとか、リーダーシップ、あとは1対1のタイ人でスピード系の選手に仕掛けられると弱いところとかで、ピケだなっていうふうに思いまして、でまたタイ人とかね、準備した状況だと強いんですけど、いろんな状況判断を迫られたりですとか、あとですね、パスの精度だったりとかが不安な上ではスモーリング、そしてサイドでの1対1すごく頑張って、センターバックのですね、後ろのカバーリングも、すごい酒井宏樹、そしてまたですね、時々いいクロスを入れるっていうところで、エバートンのコールマンにしました。そしてですね、遠藤航に関してはユーティリティ性だったりですとか、このね3バックの右だったりですとか、サイドバックやらされたりですとかね、いろいろあら目立つけれども、基本的には頑張ってくれるし、ポテンシャルは感じるっていうところでですね、アトリチコのトーマスにしました。そしてダブルボランチ柴崎大島に関しては、柴崎は両足蹴れて、そのキック精度だったり、いる場所でですね強みを発揮して、キック精度の高さを売りにした得点もあるんで、陸戦にしました。大島に関してはテクニシャンで前を向くの上手くて、ドリブルでボールも運べるんですが、切り替えのところですごく守備を頑張るので、大島はモドリッチ。そしてですね、バランサーで、もう引退はしてしまったんですけれども、味方の選手に指示しつつですね、危ないところを埋めるみたいな、そういったところキャリックと長谷部似てるなと思いまして、あとはホタルがですね、自分が目指してるって言ったビダル、メンタルとかは全然違いますけれども、そのですね、広い範囲をカバーしてボールを刈り取るっていうところで、ビダルにしました。そしてですね、宇佐美に関してはこれ本当難しかったんですけど、サイドに置かれて相手の逆を取るっていうようなね、そんなキープ力があって、抜き切ることはできないけど、かわすドリブルはできて、味方のお膳立て次第では、ゴールもできる、そして裏にはそんなに飛び出さないみたいな、で守備頑張るけれども決して切り替えが早かったりですとか、連動がうまいわけではないみたいな、そういったところで僕イオビになってしまったんですね。なってしまったってイオビに失礼ですし、宇佐美ファンの人はこれイオビ嫌がったらイオビに失礼になるんで、まあその辺はですね、この人じゃないですかみたいなご意見募集します。でも僕の中でいっぱい考えてイオビです。で乾に関してはですね、抜き切るドリブルはですね、すごく対人が強いカゼミロとかそのレベルになると厳しいんですけれども、まあサイドアタッカーでそこからのカットインからのシュートだったりですとか、ハーフスペースでボールを受けたりとかもできます。まあエイバルでの戦術上はそこまでやりませんが、一応ですね、裏に飛び出す頻度とかはちょっと少なめなんですけれども、インシーネが一番似てるかなって思いますね。で、ホンダをジャカにしたのはスピードはないけれども、このね、体の強さを使ったキープをする場面がある。また足元のテクニックがちょっと足りなくてボールを奪われる時はあるんですが、そのね、視野の広さだったりですとか、そういったところでチームに貢献できるっていうところだったり、守備のところでちょっとね、切り替えがねちょっと遅いっていうところがあるホンダとか、そういったところでちょっとここ似てるかなって思います。まあメンタリティは全然違うと思うんですけど、で香川とベラッティに関しては、香川はね狭いスペースでくるって前を向いてね、シュートするみたいとかパスするみたいな、そういったところがね特徴の選手なんですけれども、昨シーズンとか下がった位置でですね、そこのテクニックを使ってビルドアップゲームメイクするみたいな、そういったレジスタ的な役割が多かったので、で守備もねきちんと頭を使ってコースを切りながら相手を追い詰めて後ろの選手を助けてっていうのをやるんで、ベラッティにしました。で原口に関しては上下のアップダウン守備頑張りつつ、相手に仕掛けて、でそれで仕掛けたところからのカットインシュートとか、そういったのは弱いですけれども、きちんとスペースに走り込むみたいな、その辺でルーカスバスケスにしてます。で闘志むき出しにして、頑張ってキープして味方の押し上げ待つみたいなことできるんで、大迫をマンジュキッチ、そして前線でね筋肉ムキムキで、走り回ってゴールにも貪欲な、武藤はベロッティ、そしてですね守備頑張りつつサイドに置かれても中に入ってきて、その瞬間瞬間で適切な判断をしつつ、気づいた時にはゴール前にいるっていう存在なんで、岡崎をミュラーにしました。まあこんな感じでちょっと説明長くなりましたが、これがですねスイス戦ちょっと当てはめると面白いなと思いまして、スイス戦こういったスタメンでこういった交代をしましたね。これを上位互換するとこんな感じになります。はい、シュムレッツはですね左利きで右に置かれちゃってるんですけれども、ラジオでも言いましたが、酒井豪徳、右利きなんですけども左サイドバックの方が得意なですねプレーの型になってしまってるっていう、そんな話をしましたね。そのシュメルツァーを、コールマンに変えた形、そしてですねモドリッチを、まあ、柴崎エリクセンに変えた形で、柴崎なんかはですねやっぱ海外に行ってダブルボランチの一角で使われないのは、そういった守備面のですねちょっとぶつかり合いとか、そういったフィジカルコンタクトのところが不安なんじゃないかとか、そういう風に言われています。でエリクセンに関しては、まあ、デンベレだったりですとかワニャマとかダイヤとかがダブルボランチにいるのもありますが、基本的には2列目で使われる選手なんで、この辺も結構合ってるなって思ったんですね。でジャカとベラッティの交代っていうか、ここに置く2人かみたいな、モドリッチエリクセンと今逆じゃねえのかっていう風にこれ見てて思いますし、イオビからインシーネっていうね、この交代もですね、インシーネが先だろ出すんだったらっていう風に思いますし、2列目にイオビとジャカとルーカスバスケツ並んでて、でワントップにマンジュキッチでっていうね、このね、組み合わせすごくなんかバランス悪くないかっていう風に、この上位互換の選手で当てはめると思いますね。そしてパラグアイ戦、このね予想スタメンちょっと変わってるんですが、昨日と、はい、今日のねニュースの記事で
これにしました。これを上位互換するとこんな感じです。はい、ワントップミラーっていう形で、まあ、ミラーに関してはね、岡崎よりもあの空中戦強いんですけども、ただミラー自身がユーロの時に自分がねワントップのフォワードとしての動きを忘れてしまっていたみたいな話をしていまして、岡崎もやっぱり海外で日本人が自分みたいな体型の選手がワントップをやるのはきついみたいな話をしていましたので、そういったワントップへの苦手コメントみたいなところでも、ここに入れてあります。でこんな感じでこのタイプ分けが合ってるとしたら、やっぱり岡崎だったりミラーがスペース作ったところに入ってくる2列目の選手、これがですねインモービルベラッティルーカスバスケスっていうのが、これが果たして機能するかって言ったらこの布陣だとうんって思いますね。これがまた日本代表になるとインモービルになってた、すいません、インシーネですねごめんなさい、めっちゃ間違ってましたね、これがですね、左サイドの、インシーネだと思って見てくださいね。インシーネとかだと、飛び出しますけれども、それが乾だともうちょっと飛び出しが少なくなりますし、香川もカウンターの時には飛び出しますけれども、スペースが、ない中でゴール前で、ボールを待つのが得意なタイプではありません。まあこんな感じで、ここまでの流れをですね踏まえた上で、僕がですね上位互換選手でまずベストメンバーを作って、それを日本代表に、このね、また下位互換っていうのは言いたくないですけれども、戻して現状のベストを考えてみました。まず一つ目のパターンはこちらです。はい、これちょっと面白いかなっていうふうに思いまして、中盤にテクニシャンを集めて、そして2トップは動き回る形、日本の突破力のないサイドアタックを最初からですね、コンビネーションの方に振りまして、サイドは、サイドバックに任せるっていう形です。これ面白いなって思うんですけれども、これを日本代表にするとこんな感じになります。はい、すごくいいですよね。大島、香川、柴崎、この3人の共演すごく見てみたいですし、まあその中盤に操られる2トップとしてはボールを引き出す動きたくさんするので面白いと思います。ただこの布陣ですと、これは攻撃の時だけで、守備の時はですね柴崎が戻ってブロックを作ります。でそのブロックを作る守備がきちんとですねバランスを取りながら声を掛け合って、強度的に、そのね相手とのフィジカルコンタクト的に不安があってもきちんとスペースを埋める、スマートさがあるんで大丈夫だなっていうふうに僕は思うんですが、ただ攻撃の時にですねサイドのスペースをサイドバックがオーバーラップするんで、ここのポジショニングだったりですとか、機能、このね、4-3-1にうまく機能させてんの、今のサッカーだとレアルマドリードなんですけれども、レアルマドリードの場合はそのサイドバックがスーパーですよね、マルセロとカルバハル。でこの2人はすごいサイドチェンジをするんで、このポゼッションの状態から逆サイドにね、接近連続展開の展開がめちゃくちゃうまいんです。それが長友、酒井宏樹だとその展開はできないんで、手詰まりでショートパス繋いでるうちにカウンターやられるっていうことがあると思いまして、これは見てみたいですけれども、リスクが高い布陣だと思います。ってなりますと、やっぱりこちら、はい、ちゃんとインシーネに戻ってますね。このですね、4-1-2-3でキャリックがバランスを取りつつ、エリクセン、モドリッチ、この2人がですね中盤の、このね指揮を取って、そして左のインシーネで仕掛けて、ベロッティが開けたスペースにミラー飛び込むみたいな、ちょっとナポリ型とレアル型のねいいところを取って、そこにですね、この選手たちを当てはめてる感じです。これを、この日本代表にするとこんな感じになります。はい、これはこれですごく面白そうだなって思いますね。武藤が開けたスペースに岡崎でも原口でも飛び込みますし、逆に右サイドに原口を置くならですね、左は大迫みたいな形もいいと思いますし、僕が前に挙げた形だと大迫ワントップで右から武藤入ってくるって形、まあこういう風にちょっとね、まあ変えるっていうのも面白いと思います。まあこんな感じで向こうのね、上位互換に置き換えてみると、日本に足りない長いキック精度、中長距離のパスっていうのが戦術上すごく必要になるっていうのが、分かりやすくなったっていう風に思いますし、日本のベスト布陣にやっぱりね近いんじゃないかっていう形が見えてきたので、面白いなっていう風に思いました。そんな感じでレオザフットボールでした。僕が出るですね日本代表応援イベント、こちらのチケット、2日目3日目はまだあります。1日目はですね、一席のチケット売り切れてしまいましたので、ぜひともですね深夜のイベントですが、僕と一緒に日本代表の選手たちを応援しましょう。バイバイ。